空いてますね、はい、つきませんでした。非常に頑張りました。先ほどストラック選手の平均台の得点は 9.750 です。 EUN はタチアナ・リセンコ段違い平行棒。自由が違いですね。すぐ下がもうやはり他の選手と一味も二味も違いますね。本当にそうですね。やはり旧ソビエトはもう体操王国でしたから、まあ、今回統一チームで最後になりますけれども、これだけ強いメンバーが揃えられるのは最高かもしれませんね、もしかしたら、ね、はい、前回のソウルオリンピックでも団体ルーマニア、もう EN 選手たちを見てますとなんか簡単にできそうな気がしてきますね。もうやはりちょっと格段に構成にも何だろう点にも差がありますね。リセンコの得点 9.912、 これも非常に高い得点。